NHK 朝ドラ、ランマン万太郎、至極高行カイラが白髪混じりに、ネット年齢感じさせてきた、結構老けたな。至極高行カイラ、春ランマンの明治のよう、天真ランマンに駆け抜けた植物学者、牧野万太郎を演じる NHK 連続テレビ小説、ランマン月から土曜前8:00の第117回が12日に放送された。白髪混じりの万太郎や竹尾、下かし純らの姿が描かれ、ネット上には万太郎もついに白髪が。5年でみんな結構老けたな、チート、年取ったななどの声が上がった。ランマンの記事はこちら。第117回ネタバレ。聖子、浜辺美波が待合茶屋を、竹尾、下かし純と綾、佐久間由衣が屋台を始め5年。農科大学に通い、酵母菌の研究をしている藤丸、前原瑞希は、成果を竹尾と綾に発表する。一方、万太郎、至極高行会の元には、紳士かどうか検定してほしいと標本が届く。送り主は南方、熊楠。ただならぬ情熱に、虎鉄、浜田、龍心は苦手意識を持つが、万太郎はいつか会ってみたいと喜ぶのだった。竹尾と綾の屋台には、旗の前原博士が蕎麦を食べに来ており、万太郎や藤丸もやってきた。旗野は大学へ戻り、今は農科大学に居候させてもらって研究しています。酒の中の菌を突き止めるためにという藤丸は竹尾、綾、万太郎に話をし始める場面などが描かれた。彼らの髪の毛は白髪混じりで月日の流れを感じさせた。ネット上には急に老けたな、白髪混じりやけど、みんなお肌ピッカピカ。白髪を混ぜて年齢感じさせてきたな、白髪頭で年月の流れを。5年後、みんなそれなりに老けた年月の流れを。5年経ってみんな白髪が目立っている。白髪になっても品があってかっこいい、竹尾などの声が上がった。今回の内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。